こんにちは、チョメです。今日の撮影日は2017年3月27日です。14時19分です。今日のゲームはね、デコレート宣言するっていうゲームをちょっとねプレイしてみます。なんかどんなゲームだろう、なんか気になったからねやってみます。てんてんてん、お、走れる。君は、あいつは、もう味方なんていない。ああ、いつ、どこで何をした。いつ、どこで何をしていた。てんてんてん。許さない。助けて、私の心の中じゃないか。今の波長の法則かな。X、点点点。あ、だ関係ないものは点点点なんだね。ああ。ちょっと気になるのを全部調べましょう。ドラム缶も調べよう。死体入ってないよね。大丈夫だよね。点点点。点点点。下も、あ、下も行ける。階段も気になったけど。てんてんてん、てんてんてん、てんてんてん。なんかネガティブな言葉でね、検索して見つけたゲームがこのゲームです。ちょっと私に合ってるかなって思ったので、ちょっとプレイしてみます。なんてやったんだろうな。なんて検索したんだろうな。死にたいとかなんか検索したら出てきたような気がする。宣言せよ。お、タイトルだね。お前は、私はね、正直ね、飛び降りとけじゃなくてね、たまにね、本当に死にたくなったり消えたくなったりするんだよね。でも私はね、首の方なんだよね。飛び降りは怖いな。でもね、やっぱりね、もうちょっとね、私20代の頃はね、30代まで頑張って生きようって決めたんだよね。もう今30代になっちゃったんだよね。でも今はね、ほんと生きる気力っていうかね、どうすればいいか今後がほんと不安なんだよね。不安だけどね、一応ね、なんかね、まあ生きてみるかって頑張ってる感じなので、飛び降りません。死んだ後後悔したらね、一生後悔する気がするんだよね。だから私は、もうちょっと頑張って、生きるよ。え、何？う、飛び降りなかったの。続いてのニュースです。今朝、〇〇市〇〇区の〇〇中学校で少女の遺体、殺人者になっちゃったの？もしかして。え、どういうこと？え、もしかして自分がやられたってこと？どういうこと？警察は死因を自殺、判断し、飛び降りなかったんだけどな。結局、ダメだったのか。違う。死んでない。もう死んでない、死んでない。あいつは、あ、やられたのか、誰かに。ということで、このね、続きがあるみたいなんですよね。だから、ちょっとね、この続きをちょっとね、ダウンロードしてやってみます。今回、こちらの実況を見てくれてありがとうございます。すぐ続きますぞ。お、少々お待ちを。こんにちは、チョメです。前回の続きですね。ウィズ・ドロー・1っていうゲームがね、続編みたいです。では、スタート。ちょっとね、BGM がね、低かったかもしれない。あ、これで、てんてんてん。あ、これが、戻る続編。またか。もう友達なんていない。許せない。なんかやられたのかな。お前のせい。心の看板。私なんて心の看板たっぷりあるよ。死んだ。あ、怖い。殺した。どっちだ。あ、悪魔。こっちに来るな。悪魔だったのか。君は許せない。私も心の看板いっぱいあるからね。闇看板が。バカなやつ。まあね、まだ若いでしょ、この、あ、見れるんだ。あ、システムとか、装備は。
装備は特にないか。アイテムも一応あるのか。てん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 、なんかあの未来になってるね。前のゲームと怖い、来るな。あ、でも会話ができる。あ、できなかった。変わんなかった。こっち行き止まりかな。また。てんてんてん。ちょっとね、このゲーム本当気になったからね、一度プレイしたいなと思ってたんだよね。結構前から知ってたんだけど。あ、初見プレイですよ、ちなみに。あ、来たよ。選択。撤回せよ。お前は、償うって何をやったんだろう。前は飛び降りなかったんでしょ？ちょっと気になるな。私はね、殺しちゃったの？それとも飛び降りちゃったの？あ、両方か。私はね、本当は償わないといけないんだと思うんだよね。あの、これ死後の世界なのかな。記憶を消したいわ。どうだった？正直に答えちゃったよ。え、償うってどうなの？逃げなのかな、記憶を消すって。私やり直したいんだけど、昔から。まあ、過去の後悔してもしょう。続いてのニュースです。今朝、〇〇市〇〇区の〇〇中学校で少年の遺体が発見されました。あ、今度少年になってる。警察は死因を自殺と判定し、調査を進めています。へぇー。どういうことだ？気になるな。ちょっと、もう一個の方も選択してみよう。え、どうなってんだ？ちょっと待ってね。カットしよっか。チョメです。戻ってきました。これね、さっきね、記憶を消すってやったんだけど、償うやってみよう。どうなるんだろう。続いてのニュースです。今朝、〇〇島、少女を殺した少年が、ああ、そうやってつながるのか。なるほど。そういうことか。だからさっきの前半が少女で、今のが少年で、で、どんな感じ？犯人は容疑を認めているということです。ちょっと分かったけど分からないような。僕はメソちゃんと仲が良かった。ああ、でもあの子は僕を裏切った。あ、なるほど。私が、なんか自殺っていうか飛び降りるとか飛び降りないとかやったからか。いじめられた僕を助けなかった。ああ、それは、ちょっと、助けられないっていうのがあったんじゃないの？怖いっていうのもあったんじゃないのかな？だって私もね、結構ね、見ぬふりしてたっていうの結構あるよ。傍観者っていうのが本当多いよ、私。ゲームの中とかアニメの世界だけだよ。正義感とかやるの。あとなんか束になって正義をずらする人とかもおるけどさ、実際は、なんて言うんだろう、自分と関係なかったらさ、見て見ぬふりする人の方が多いんじゃないのかな、わかんないけど。でも小学校の頃とかは、なんか先生に言ってやろうとかさ、そういう感じとかあったけど、なんか大人になるにつれてさ、なんかもう自分とは関係なかったらさ、そっけないって感じになる人が多くなるよね。なんで君はいじめる？なんで？子供は良くも悪くも純粋だからな。君も僕も人間じゃないのに。どうして僕だけいじめられたの？ああ、人間社会で差別を受けたのか。ちょっと奥が深いゲームだね。はい、今回このゲーム
終わりも、1って書いてあるからもしかしたらね続くのかもしれない。今はこの2つしかなかった。もしかしたら続きがあるかもしれません。今回はこれで終わります。最後ね見てくれてありがとうございました。チョメでした。じゃあねバイバイ。ありがとう。チョメです。最初飛び降りないって選択したんだよね私。そしたらさ殺されちゃったでしょ。だからさ今度はさちょっと飛び降りるってやってみるわ。あこんにちはチョメです。前回はねここの選択でさ飛び降りないって私選択したでしょ最初。だから今回ちょっと気になったから飛び降りるっていうのもねちょっと選択してみようと思います。飛び降りる本当は飛び降りないよ絶対私は。なんかあこれはさっきの男の子かな。どうなんだろう。まあでも本音を言うと結構他の人にも迷惑かけるよねこれ。死ぬ方も。続いてのニュースです。少女の遺体が発見。警察は死因を自殺と判定し調査を進めています。これもこれで続きで逃げたとかさそんな感じでいなくなっちゃったって感じで続くのかなという感じです。おまけパートありがとうございます。終了します。